皆さんこんばんは、MK です。今回もこちらスプラトゥーン3のチョコエッグ開封していきたいと思います。前回なんとかシークレットを引き当てることができたということで、現在全18種類中の17種類まではなんとか揃えることができました。あと1種類がこちらイカのライトブルーでございます。まさかの最後に残ったイカ、今回のこの10個で当てていければと思いますので、ぜひチャンネル登録と高評価をして応援の方よろしくお願いします。いや、まさかイカが残るとはという感じでございますが、でパート1から見ている方はわかると思いますけども、 MK さんカートンで買ってるんですよね。あの古田製菓の箱に、8箱って言えばいいのかな、80個、入った状態で購入しております。なのでまあ普通に考えたらカートン買いしたら揃うだろって感じなんですよ。そう、これまでのチョコエッグでも2回ほどカートンで買ってるものがあるんですけども、それはねコンプリートできてるんですよね。だからシークレットが1個入ってるっていう法則もありますけども、もう一つコンプリートもできるっていう法則あるんじゃないかと思っております。この10個に確実に入っていると MK さんは信じております。ということで、これが71個目。なんか全然触れないよ、てか音鳴らないよ、詰まってる感じか。だとしたらトライストリンガー説が濃厚でございますが、ほい、おっと中途半端に出てきてしまいました。あれですね、インクリングのブルーでございます。いや、ちょっとなんか微妙なスタートだなイカを当てたいっつってるのに人間というか人の姿が当たってしまいました。いや、ちょっと今回あとさ、小ジャケ、これももうちょっと当たってほしいなと思ってるんですよ、個人的には。で、うつほちゃんと万太郎も1個ずつ当たれば、まあ、スリミ連合4セット達成になります。一番いらないのは、まあ、イカのイエローのバンカーでしょうか。ちょっとバンカーはいらないよね。そしてたら、はい、こちらをつけて、そう。で、さっきね、あの、チョコエッグ、開けた時に皆さん分かったと思いますけど、今回はね、もうパッキパキに、冷やしておりますので、そこのところはご安心ください。そう、前回ね、ちょっとドロドロというか、べちゃべちゃの、チョコエッグをお見せしてしまいまして、大変申し訳ございませんでした。いや、でも、シークレット出た回がべちゃべちゃだったんだよな。だから、べちゃべちゃの方が出やすいみたいな説もなきにしもあらずでございますが、まあ、今回はちょっとパキパキで最後決めていければと思います。ということで、本当さっき直前まで冷蔵庫に入れておりました。はい、イカリングのブルー。いや、ちょっと幸先いいんだか悪いんだかですけども、いや、これさ、とりあえずあとシークレットとこの赤のタコが出れば全部が2セットっていうのも達成できるのね。いや、ただシークレットはもう出ないよねちょっと全部2セット、あとは普通にあのライトブルーが2個出ればだよ。いや、その確率は低いだろう。これライトブルーっていうか、今までさ2セットは揃ったことないよね。シークレット抜きでもカートン買いの時はないんじゃないか。あのフューリーワールドとか思いっきり買った時、120個とかバラで買った時は、結構当たっていたかとは思いますが、ちょっと待って、パキパキすぎて今ちょっと、いけるだろうと思ったら全然いけておりませんでした。はい、72個目。なんか今日全然触れないな。これもそんなに音が鳴りませんが、バンカー臭いぞ。ちょっとイエローだけは勘弁してください。ほい、うわおMK さんのこの鳴らすやつ精度上がってきたんじゃない。ということで、イカバンカーのイエロー。いや、分かってた、今完全に振った感じで分かったわ。あの全然音鳴らないし、なんか硬いものが1個ドーンと入ってる感触がございました。ということで、やばいぞ、これ本当に揃うんだろうな。大丈夫か、ライトブルーのイカ。これさ、色彩違いっていう扱いでもないんですよ、言ってしまえば。イカのイエローが11番、ライトブルーのイカが13番なので、そう、今まではね、あのチビヨッシーとかさ、なんか色彩違いっていう概念があったんですよね。で、それだとしても一応揃ってたんだよな。いやー、ちょっとカートン買いの MK さんのあれだよ、信頼が揺らぐよ、ここまで出ないと。いや、ちょっとさすがにみんなどう思う？ちょっとまだ途中までしか見てない方に聞くけど、カートンで買ったら揃うよね。
いくらしたと思ってんの？そしてさ、前回さ、チョコエッグ今いくらなんだろうって聞いたと思うんですけど、どうやら248円とか250円前後ぐらいみたいですね。 MK さんの時代はね、158円だった。あ、待て、これだわ、ごめん、これだ。シャラシャラしてる。で、イカタコっぽい。これまずイカタコではあると思う、絶対に。カマンタロウだな。いや、イカタコだよ、これ。これライトブルー臭いぞ。いきます。これ当てたらマジですごい。 MK さん、はい、73個目。ほい、うわ、全然違うっていうね。全然違うし、めっちゃ被ってる。はい、インクリングブルー。さっきも出たって。なんか今シャラシャラして塊感あったんだけどな。ちょっと MK さんの腕が今回はなんかあんまり信用ならないか。結構これまでね、のチョコエッグシリーズ見てもらうと分かりますけど、当てるんですよ、MK さん。後半になると分かってくるんですけど、今回その分かってくる感じが、まだ、成熟してないな。いや、てか分かりづらいんだよ、今回。同じような形のやつが多いから。これまでってもうちょっとね、個性的な形のキャラクターたちが多かったんですけど、今回なんか、人か、イカかみたいな。ちっちゃいかでっかいかみたいな二択なんだよな、言ってしまえば。ということで、はい、オクトリングじゃねえや、インクリングのブルー、まさかのこの箱ですら2体目、一気に追い上げるな、数。いいってね、さっき2個しかなかったのにいきなり4個になっちゃったよ。ということで、はい、いやー、ちょっと怪しいか。いや、もう全然わかんない。この状態で振ってもわかんねえのよ、正直。よし、じゃあこれが74個目か。ちょ、緊張してきたな。これさ、もし出なかった場合、追加購入でしょ。はぁ、ちょっと出るさ、追加で買うときどう買う？カートンで買う？いやー、買いすぎでしょ。店舗で10個買う？店舗で10個買って出るかな？ライトブルーのイカ。いやー、これ、店舗、いや、カートンでネットで買う？買いすぎだと思わない？ 1 個のために80個は。でもさ、10個ずつ買ってって当たる未来見える？という、お、おい！来ました。ごめんなさい。これですわ。あー、これですわ。これライトブルーのイカだ。ありがとうございます。これです。あ、絶対これです。残すか？残してもいいよ。これ残そう。これライトブルーのイカだわ。MK さん今振って分かった。最後に開けよう、これ。これ最後に開けるわ。これライトブルーのイカ、今。てか、イカタコだった。4分の1。4分の1でライトブルーのイカだったんで、ちょっと一旦こいつ待機。いや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 、今のは当たってると思うんだ。さすがにイカタコの音だったよ。ほい、あれ。いや、冷えてるんですよ。すごく冷えてるんですけど、MK さんの、あ、たたたたたた、力の入れ加減が悪いんでしょう。ということで、はい、こちら75個目、まあ4個目開けてないんですけど、おい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 、あ、連続だ。あ、これ連続でイカタコのライトブルーだ。じゃあどっちも開けよう。先こっちから。74個目ね。ごめんなさい、コンプリートです。はい、ちょっと。ねえ、君、3回目今日。もういい。組み立てんのもめんどくさいし、君に関しては。まあ、トライストリンガー4日いいけどさ、君出すぎだよ。ちょっと、もういいよ。うわ、ってことはこれ、またイカタコだと思ってるやつ、これかな。え、4個入ってるってこと？今んとこ、4つ中の3つ？このオクトリ、インクリングのブルーですけど、そんなことある？最後の最後になんでこんな運悪い？まあ最終的にライトブルーのイカが出れば何でもいいっちゃ何でもいいんですけど、いやー、これこいつが多すぎて出なかった場合こいつを恨むぞ。ねえ、そうだよね。こいつがさ、一箱のうちのさ、3個も占めてたらおかしいよね。ということで、あれ、もう一個どこ行った？これか。はい、これは来てると思う。え、なんか音、いや、来てると思うんだ。行きます。ごめんなさい、コンプリートです。はい、マンタちゃん、久しぶり。いや、ちょっと待って、やばいぞこれ。カートン買いでさ、揃わないっていうパターンだったら初めてだよ。え、カートンで買ってんだよ。揃うよね。
ちょ待って、古田製菓さん頼むって、 MK さんめちゃくちゃ買ってるからチョコエッグ。古田製菓さん多分この今動画見てる人の中でも私が一番買ってると思うんです、チョコエッグ。子供の頃からずっと買ってるんです、マリオ系とかね動画にしてないだけで、実況始めてからも買ってるんです、チョコチョコマリオ系コンプリートしようと思って、普通に個人的に。だから頼むって、これまで結構お金使ってきたけどねうわなんか重いぞ、なんか重い。でも重いってことは違うんだよな軽いんだよなこいつ多分。いや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 、ちょっと深呼吸しようぜ、そろそろ残り半分だよ、もう5個終わってんだよ、あと5個だからね。あと5個で出なかった場合、ちょっと古田製菓さんに電話して送ってもらう、対応してくれる、絶対してくれないよね。ということで、おっとごめんなさい、コンプリートです、これですわ、ごめんなさい、ありがとうございました、これまで8パートありがとう。はい、じゃあふかちゃんだうつほちゃん出てよ、せめて最後の最後までふうかちゃんって。待って やばいよね、あと4個しかないよね。ちょっと不穏な空気が漂ってまいりましたが、追加購入でしょうか、だとしたら店舗で買えばいいんでしょうか、それとも通販でまたカートン買いしますか。10個で揃いますか、ライトブルーのイカが。10個開けてさ、ライトブルーのイカが出る確率って相当少なくない、それを狙って10個ずつ買うの。やばい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 、ちょここで出しとかないと MK さん2023年終われない、2023年に悔いが残る普通にもう年末だからさ、2024に持ち越したくないのよこのスプラトゥーンスプラトゥーン3のチョコエッグ2023で終わらそう、みんなで。はい、祈って。前回言ったあの前々回か忘れちゃったけど、あのチョコエッグは開けるまでこの中で抽選が行われてるっていう理論なんで、私は。違うな、イカタコではないな、トライストリンガートライストリンガーか、またインクリングブルーな気がする。はい、うわだよね、詰まってるとトライストリンガー。ちょっと待って、やばいやばいやばい、本当にやばい、本当にやばいことが起こってる。これシークレットはあるのに揃わないか、それは初めてだぞマジで。そう、今まで多分一番買ったのがあのフューリーワールドの時で120個だったか130個だったか買ってんだよね最終的に。あれの二の舞になるか、しかもシークレットじゃないのに。あのフューリーワールドのチョコエッグの時はシークレットは出たんだよ最初に、最初じゃねえ、あのあ違うわ、シークレットが最後だったんだ、シークレットが最後だったんだよ。でそれ以外は結構早めに揃ったんだよ、シークレット以外が出なかったのね。ん違う、ごめん、日本語がもう MK さん今焦りすぎて日本語全部狂ってた、今全部違うわ、シークレットだけ出なかったのちょもうそれぐらい今焦ってるっていうのを皆さんにお伝えしたいね。チョコエッグもさ250円でさ1箱10個で買ったら2500円ぐらいでしょ。あのね、いやあんまりこういうとこでね、あのお金使いたくないから MK さんもねカートンで買ってんだから最初に、頼むよ。78個目もう焦りすぎて日本語も狂ってきた時間帯でございますが、当てれば何でもよし、もう当てれば何でもいいから、これまで日本語間違ってたことも、もう何ぐだついて全然組み立てられなかったことも全然 OK、 言い間違えてるし、多分インクリングとかオクトリングとかブルーとかイエローとかね言い間違えてる、それも OK、 もう出れば何でもいいから。ちょっと待って、あ開かない、開かない、よし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 、頼むよ。うわ違うな、おでもちょっと揉んでさ、ちょっと揉んで、いや違うな、さすがにイカタコじゃねえな。はい行きましょう、78個目。はい、ちょ風花ちゃんなんだよね、なんかうつほちゃん出ないんだよねなんか風花ちゃんやばいって。あと2個ねえ、やだ本当にやだ、店舗に買いに行くのは年末年始で店混んでるし年末年始でお店が混んでます、その中でチョコエッグ10個箱で買ってさ、並ぶの嫌なんですけどスーパーでね、ここで出てよ、そうじゃなかったらほんと持ち越しになっちゃうこれ。
MK さん、2023年最後に買ったものなんですか？スプラトゥーン3のチョコエッグですってなっちゃうよ。頼むよ、風花ちゃん。あと2個。どっち？こっちでしょ。先こっち。やばい。ちょ、みんな祈ってる？大丈夫？みんなの祈りが届いてないけど、みんな祈ってますか？大丈夫ですか？ちゃんとイカのライトブルーが出るようにこっちに向かって祈ってね。カートン買い、カートン買いだよ。カートン買いして揃わなかったことなんてないよ、これまで。入ってると思う、さすがに。なんか MK さん確率悪くて聞けてないだけで、さすがに入ってるでしょ。だって80個買ったんだよ。しかも、あ、お、来ました。いや、でも、いや、ある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 、これだ。皆さん、これですわ。これイカタコです。まずまずイカタコではある。来た、揃いました。ライトブルーのイカ出てこい。79個目。はい、ザッカー、イカか、赤いタコ。ちょっと待って、あと1個だよ。やばい、今最大のチャンスを逃しただろう。赤いタコ2個目。そして、まあ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 、あんまり出てなかったから欲しいっちゃ欲しいけど、やばい。え、80個目で出るかな。最後だって18分の1だよ。出るかな、こんなの。ええ、あ、いや、わからない。ちょっと待って、ちょっと待って、ラスト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 、カートン買いだよ。あ、待って、これもだ、これもイカタコだ。おい、最後まで MK さんを惑わすんじゃないよ。これで出てくるな、これでさすがに出るわ。最後の最後までありがとうございました。2023年チョコエッグ締めでございます。皆さん、最後は正座でご覧ください。え、え、いや、来た、ごめん、来たわ。最後の1個で揃うっていう、この MK さんの運ね、幸運ね、皆さんにお見せします。最後の1個です。80個目、イカタコです。絶対に絶対にイカタコのどっちかではある。1/4、さっきは外しましたけど、ここで当てます。ライトブルーのイカ、来い、コンプリート。はい、ありがとう、マジでありがとう。すっごい、お前最後まで残ったんか。イカのライトブルー、よく出た。今マジでよく出た。すごくなかったか、今の。最後の1個だよ。マジでよく出た、今。いや、動画の展開分かってんね、古田製菓さん。最後まで泳がして動画の盛り上げ方分かってんね。ということで、いや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 、なんとか2023年で終わることができました。ラスト、こちら、ライトブルーのイカでございました。なんで君が残ったなんで君が残ったの。はい、君の席開けといたから。これでスプラトゥーン3のチョコエッグ全18種類コンプリート、ありがとういやー、ちょっと波乱万丈でしたね。まさかのシークレットがなんか若干ハズレっぽい、こちら食ワンダーちょっとこれ前回当たったんだけど、あんまり嬉しくないんだよな、正直な。もうちょっといいのあっただろうという、こちら食ワンダーがシークレットでございました。そして最後に残ったのはあなたですね、ライトブルーのイカ。ちょっと君のこと忘れないわ、マジで。よう最後に出たわ。最後の80分の1を最後まで外してたんだね。しかも80個買って君1個しか入ってなかったんだね。君とシークレットだけだよ、1個だったの。ということで、皆さんいかがでしたでしょうか。久しぶりのチョコエッグ開封でしたが、楽しんでいただけましたでしょうか。ちょっと次回また古田製菓さんから何が発売されるか分かりませんが、まだまだチョコエッグね、発売され次第やっていければと思いますので、ぜひチャンネル登録と高評価をして、次の動画もお楽しみにお待ちください。1年後ぐらいになるんでしょうか。そしてこれまでもね、チョコエッグいっぱい MK さん開封動画上げておりますので、そちらの方もまだ見てない方はご覧ください。ということで、今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら、ありがとうございました。